第一朗読創世記。その日、ヤコブは息子たちに命じた。間もなく私は先祖の列に加えられる。私をヘト人エフロンの畑にある洞穴に先祖たちと共に葬ってほしい。それはカナン地方のマムレの前のマクペラの畑にある洞穴で、アブラハムがヘト人エフロンから買い取り墓地として所有するようになった。そこにアブラハムと妻サラが葬られている。そこにイサクと妻リベカも葬られている。そこに私もレアを葬った。あの畑とあそこにある洞穴はヘトの人たちから買い取ったものだ。ヤコブは息子たちに命じ終えると寝床の上に足を揃え、息を引き取り、先祖の列に加えられた。ヨセフの兄弟たちは、父が死んでしまったので、ヨセフがことによると自分たちをまだ恨み、昔ヨセフにしたすべての悪に仕返しをするのではないかと思った。そこで人を介してヨセフに言った。お父さんは亡くなる前にこう言っていました。お前たちはヨセフにこう言いなさい。確かに兄たちはお前に悪いことをしたが、どうか兄たちの咎と罪を許してやってほしい。お願いです。どうかあなたの父の神に仕えるしもべたちの咎を許してください。これを聞いてヨセフは涙を流した。やがて兄たち自身もやってきてヨセフの前にひれ伏して、この通り私どもはあなたのしもべです。と言うと、ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ヨセフはこのように兄たちを慰め、優しく語りかけた。ヨセフは父の家族と共にエジプトに住み、110歳まで生き、エフライムの3代の子孫を見ることができた。マナセの息子マキルの子供たちも生まれるとヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし、神は必ずあなたたちを顧みてくださり、この国からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き登ってくださいます。それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には私の骨をここから携えて登ってください。ヨセフはこうして110歳で死んだ。神の御言葉、神に感謝。その名をたたえよ。諸国の民に神の技を告げ知らせよ。賛美の歌を神に歌い、そのすべての不思議な技を語れ。心を尽くして神をたたえ、すべての恵みを心に留めよう。神のしもべ選ばれたものよ、
神の裁きは世界に及ぶ。神は契約をとこしえに守られる。イスラエルのための永遠の契約。心を尽くして神をたたえ、すべての恵みを心に留めよう。アレルヤ、アレルヤ。キリストの名のために罵られる人は幸い。神の霊があなた方の上にとどまってくださる。アレルヤ、アレルヤ。マタイによる福音。その時イエスは人たちに言われた。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになれば、それで十分である。家の主人がベルセベルと言われるのなら、その家族のものはもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。追われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても、魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ、魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。庭のスズメが、一アザリオンで売られているではないか。だが、その一話さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の神の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。主の御言葉、キリストに賛美。
song.